八尾町、八尾町とは、相撲や各種の競技などで、一方が前もって負ける約束をしておいて、上辺だけの勝負をすること。真剣勝負、ガチンコではないことで、相撲の場合では、無気力相撲とも呼ばれている。選手、審判及びその家族や関係者を脅し、または人質を取り、わざと敗退を強要する場合もあれば、 選手に金品などの利益を供与し、便宜を図って行われる場合もある。勝負時においては競技の遺憾を問わず、常にブックメーカーや暗黒外の暴力団、マフィアの主導による非合法の賭博が絡むなどの現実的側面が付きまとっているため、公営ギャンブル対象競技はもちろん、公営ギャンブル対象ではない他の競技でも、組織の内部規定によって永久追放。 出場停止、降格など厳しく処分される。なお、複数の選手が同時に参加する個人競技において同じチームメイトが複数人参加している場合は、チーム側の意向で参加選手の前後位置を入れ替える例。モータースポーツのチームオーダーや自身の高記録を目標とせずに仲間の走行を容易にするためにペース作りや風よけなどでサポートする例。 自転車ロードレース競技のアシスト、陸上競技のペースメーカー、競馬のラビットある。これらの行為は、個人競技において、個人の上位進出を目指さず、故意に敗退することを前提としているため、スポーツマンシップに反するとしてかつては、タブー視されたり名分ルールで禁印された事例もあるが、現在は、日本競馬のラビットを除き事実上黙認されている。日本においては、公営競技、 競馬、競輪、競艇、オートレースや、J リーグなど、合法的な賭博の対象となる競技は、競馬法第32条の2第32条の4、自転車競技法第60条第63条、小型自動車セル法第65条第68条、モーターボート競争法第72条第75条、スポーツ振興投票実施法第37条第40条で、 選手などに対し、青帳などの不正行為に対する刑事罰が規定されている。また、賄賂でなくても選手が、金銭的利益のために競争について他人に得させる、ために全力を出さない状況にしないため、競馬法、第29条、自転車競技法第10条、小型自動車競争法第14条モーターボト、競争法第10条スポーツ振興投票実施法、 第10条で選手などが投票権を購入や譲り受けをすることについて刑事罰が規定されている。また、競輪、オートレースや競艇では競技場への選手による携帯電話の持ち込みを禁止し、違反者は長期間の出場停止や選手資格の剥奪など処罰の対象になる。さらに競馬では、競馬法第十一条で事故が財産上の利益を得なくても一時的に馬の 競争能力を減ずる薬品などを使用したものや競争について他人に得させるため競争において馬の全能力を着させなかった機種に対する刑事罰が規定されている。陸上競技のペースメーカーに類似した競馬のラビットは刑事罰を規定した競馬法第31条の条文他人に得させるため競争において馬の能力を発揮させなかった機種に解釈次第によっては該当する。 可能性がある。公営競技と J リーグを除く、勝負時の八王朝を刑事罰に規定する直接の法律はないが、闇社会による賭博が絡む場合、賭博罪や詐欺罪の対象となる可能性がある。また、懸賞金が絡む、勝負時での八王朝については、懸賞金を出す者に対する詐欺罪、勝負時を業務とすることができれば、偽計業務妨害罪の適用可能性がある。 八百町に伴う金銭の授受があった場合は、課税上の問題として、現金を受け取った側に贈与税や雑所得としての、所得税の課税対象になる可能性があるが、少学の場合は、資産蓄積や耐火性認定の問題もある。八百町は、明治時代の八百屋の店主、長兵に由来すると言われる。八百屋の長兵は通称を、 八百ちといい、大相撲の年より、伊勢の海号太夫と、囲碁仲間であ。囲碁の実力は長兵衛が勝っていたが、八百屋の商品を買ってもらう商売上の打算から、わざと負けたりして、伊勢の海号太夫の機嫌を取っていた。しかし、その後、江光院近くの五階書開きの来品として、招かれていた、本因坊秀元と互角の勝負をしたため、 周囲に長米の本当の実力が知れ渡り、以来、真剣に争っているように見せながら、事前に示し合わせた通りに勝負をつけることを八百、長と呼ぶようになった。2002年に発刊された日本相撲協会刊集の、相撲大辞典の八百の項目では、概ね上記の通りで書かれているが、異説として長米は、以後ではなく、 花相撲に参加して、親戚一同の前でわざと勝ちせてもらったことを挙げているが、どちらも伝承で、真偽は不明としており、どんこみ八百長とも言われたと記述されている。1901年10月4日付の読売新聞では、八百長とは、元八百屋で、水茶屋、島屋を営んでいた、斉藤長吉のことであるとしている。大相撲の言語で、八百長は、 注車と呼ばれ、逆の真剣勝負は、ガチンコと呼ばれる。対戦者の一方のみ、敗退行為を行う場合は、片八丁、片八百と呼ばれることがある。そもそも日本相撲協会は、八丁の概念すら認めておらず、2011年の大相撲八丁問題においても、恋による、無気力相撲という表現を用いるに留まっている。恋による、無気力相撲の定義は、 怪我や病気をしたままで場所に出ることとしている、週刊現代との訴訟における、当時の理事長、北の海の発言による。2017年現在でいう意味での、個人による、八尾町疑惑が取り沙汰されるようになったきっかけは、逮捕とか柏戸の一線の疑惑が取り沙汰された、頃からである。シカゴ大学の経済学者、スティーブン・レビットは、著書、やばい経済学で、 大相撲の過去の取り組み結果をもとに調査を行った結果を次のように報告している。レビットが1989年1月から2000年1月までの本場所の上位力士281人による3万2000番万の取り組みから先週落の時点で7勝7敗の力士と8勝6敗の力士の過去の対戦成績を抽出したところ7勝7敗の 力士の8勝6敗の力士に対する勝率は48.7%であったが、これが先週落の対戦になると79.6%に上昇していた。さらに、その両者が次の場所で勝ち越しに関係がない対戦をした場合、前回7勝7敗の力士の勝率は40%に下がり、その次の試合では勝率約50%と平均値に戻った。 また、日本のマスコミが、八王朝疑惑について報じた、直後の先週落では、七勝七敗の力士の八勝六敗の、力士に対する勝率は五十パーセント前後に、戻るという結果を得た。こうした結果をもとに、レビットは、勝ち越しがかかっている場合に、星のやり取りが行われ、次の場所で借りを返している、八王朝疑惑が報じられた直後は、力士たちは八王朝を控えていると述べ、 八オチがないとはとても言えないと結論している。2011年の大相撲八オチ問題では疑惑が浮上した力士は主に重量力士だった。重量と幕下以下との待遇格差の大きさや交渉制度の廃止などで故障のリスクが増したことによって安定志向の力士が増えたことが八オチの動機として挙げられている。広角化で知られた 吉田秀和が横行する八王朝に嫌気がさし、週刊朝日に決別宣言を掲載した。これは、各界というより分断で評判となり、丸や最一などがしばしば話題にしていた。大相撲の八王朝疑惑では、1980年から、小学館の週刊誌、週刊ポストが元十両、四季の花、信夫の八王朝告発式を初めて公開し、 その後も、元力士や元各界関係者による告発シリーズを約20年に割り掲載した。中でも1996年に、部屋も町や方としては初めて11代大ナルと元関脇、高鉄山高行新の菅高行新と、元大ナルト部屋公園回復会長の橋本、聖一郎が行った14回にわたる告発手記は、八尾町問題、年寄り株問題、 暴力団との関わり、各界の乱れた女性関係などを暴露し、大きなインパクトを与えた。この時は、教会が告訴する事態にまで発展した。それをまとめた十一代来ナルトや方の著作として、八オチ相撲協会一党、両団、1996年、ラインブックスが出版された。しかし、この著書の発売直前に、告発者の菅高幸信と、 橋本聖一郎が同日に同じ病院で同じ病気により急死した。事件性も疑われたが、結局は病死ということで処理された。当時は週刊誌で騒がれ、今でも謎の残る開始だと告発者を指示する側は主張している。その4年後の2000年、11代大ナルトの弟子だった元小結び。 遺体ケ介スケが外国人記者クラブで大相撲の八王朝問題を語った。それまでも週刊ポストで元力士らの証言は繰り返されていたが、元三役力士からの証言はこの時が初でしかも記者会見で当時の現役力士の実名を挙げての暴露だったこともあり、各界だけではなく世間一般にも大きな衝撃を与えた。その後遺体は中本。 私が見続けた国技、大相撲の新王、二千年、小学館を出版した。ここでは中本、遺体の主張する、各界隠語で、八尾町を取り仕切る仲介、工作人の意として君臨し、遺体の証言が表されている。菅高行真の告発本との共通点も多く、見られる。この指定の主張は、おおむね次のようなものである。大相撲の八尾町は、 完全にシステム化されており、大きく分けて、星の買取と貸し借りの二つに分けられる。買取は、常に好成績を求められる横綱、大関などが地位を守る目的が多く、一方で、貸し借りは三役以下の平幕力士同士が勝ち越すためや、重量に落ちないようにするための手段として使用する方法である。横綱、大関の買取は七十万から百万円くらいが、 通常の相場であり、貸し借りは先に対戦相手に頼む方が40万円を支払うということになっている。横綱大関同士などの優勝がかかった一番や、大関横綱昇進のかかった取り組みなどでは、相場はもっと上がり200万から300万にもなることもあるという。また、部屋の親方が所属力士のために800兆工作に動く場合もある。 八尾町の代金の生産は、場所後の巡業などで、付け人が、関取の世を受けて行うことが通例。力士はおおよそ、八尾町力士、駐車力士ともと、日八尾町力士、ガチンコ力士ともに判別される。大相撲の八尾町は、実力に裏付けされていなければ、この八尾町力士のグループには、組み入れてもらえず、また真剣勝負、ガチンコで勝つ力がなければ地位は、 保つことはできないとされている。横綱、大関にしても、この横綱、大関とガチンコで勝負しても勝てない。だったら星を打って、金にした方がいいと思わせる実力がなければ地位は、保てないとされている。関分けまでは、ガチンコ力士でも、やはり、横綱、大関に上がると地位に見合った成績を上げなければ、いけないプレッシャーからか、八百調に手を染めてしまう力士もいる。 大相撲ではどんな強い力士でも、取りこぼしというものが存在し、特に負けることが、ニュースになってしまう横綱。大関は、より確実に勝利を重ねるために、八王長で白星を保証しておくという意味合が強く、千代の富士などはその典型だったと言われている。そうすることによって、強い横綱に、取りこぼしがなくなりより一層確実に、好成績を上げられるというわけである。 平幕力士の場合は横綱、大関陣との対戦が多い上位。三役前頭五枚目で星を打ったり、貸したりして、番付が下がった翌場所に、平幕界、六枚目以下で貸している星を返してもらい、勝ち越して、内力士としての地位を保つをいう手段が多く見られた。ただし、これもガチンコでしっかり何番か勝てる力がなければ、勝ち越すことはできない。 ガチンコで何番か勝つ実力がなければ、たとえヤオチョウを知っていても勝ち越すことはできず、地位を下げていくことになってしまう。このように、遺体、関指定はヤオチョウを、告発はしても、必ずしもその、ヤオチョウ力士の実力まで否定しているわけではなく、輪島や千代の富士らの実力はむしろ肯定している。遺体は千代の富士について、ガチンコでも一番強かったとしており、菅は輪島について、 その人間性については、とにかくデタラメな男、金と女に、だらしないと酷評。八百町についても、和島は、普段の豪遊の影響もあって、金がないため、星の買い取りではなく、貸し借りで八百0兆を行っていたと暴露しながらも、星の貸し借りができたのも、前場所で借りた星をいくつか返しても、ガチンコで横綱を維持する最低ラインである実証を上げる自信があったからだとしており、 自身の対戦経験からも本当に強かった14回しか優勝できなかったのが不思議と評している。ただし、八尾町が横行していた1980年代の千代の富士前世時代に比べると現在の各界における八尾町は少なくなったと言われている。それには生涯が人口貫き22回の優勝を果たした高野花の影響が大きいと言われている。優勝回数が 大宝や千代の富士など他の大横綱に及ばなかったのも、引退までガチンコ相撲を取り続けた結果、肉体の限界を超え強い相撲が取れなくなったためとされる。ただ、先日の通り九百九十五年、十一月場所選集落の優勝決定戦で、若野花高野花戦が八百長を疑われる声があり、これは高野花がやりにくかったと解雇しているように、八尾長というよりも、 無気力相撲の類に当たるだろう。この一番においてはあまりにも、高野花の方に、やりにくさ、力が入っていないというところが見え見えであり、八百長相撲の取り組みというものは、一般のファンなどの素人には分かりにくいようにするために、熱戦に見せかけるものであるために、このような一番は、八百長とは言わないものである。この後に発売された週刊ポストに掲載された。 大相撲八百長問題に関する座談会でも、この一番については、あれはいわば、片八百長とした上で、あの一番は、仕方がないとしていた。無気力相撲と八百長相撲は、意味合いが全く異なり、ガチンコ力士であっても自らの調子が悪かったり、相手に対して手心があったり、様々な状況からやりにくさがあれば無気力相撲にな、こともあり得る。杉山国博らは、 満身創痍の高野花と武蔵丸の一番で、武蔵丸が明らかにやりにくそうにして力を出し切れず負けたと言われる一番を例に挙げ、あのような怪我をしている相手に対し非常になり全力で攻められますかとして、このような一番を人情相撲と呼んでいる。八百長相撲というのは金銭のやり取りから予定調和された一番のことを意味する。 こうした各界の八王朝のシステム化は1950年代の半ばから行われ始め、1960年代に確立した。また、大野国には、首相譲りのガチンコ力士との評判があり、国民が注目し大きな話題となっていた、千代の富士の連勝を止めたことや、横綱の地位で負け越しをしたことなどがその評判に根拠を与えている。日本相撲協会は、週刊ポストが、 国民栄誉賞まで受賞している千代の藤らなどの実名を挙げての告発が20年にわたったにもかかわらず告訴は一度しかしておらずそれも元大なる党や方の手記の一部分を告訴するという特殊な方法でしか告訴していない後に不起訴また遺体の記者会見や手記に関しても全く法的手段に訴えておらずそこを捉えて各界に 八おちが存在していることは事実だと考える者も,もいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。